どうもトレインです。本日もマリオカート実験でいこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは、150cc のミラーコースのどうだっけそこまで言っといて言わんのはちょっとやばいんだけど、平方鉱山をやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。さあまずアイテム取って何引くかな。キノコか、もう前出ちゃうか。よいしょ。さあ前出ちゃいたかったんだけどなんか前いるんだよね、ま、となるとコインまず回収していきますか。コイン回収することでマシンスピード上がっていきますので、しっかりと集めていくことが大事ですと。さあなんか潰し合いが起きてるのを横目に、これはちょっとキノコ引いておきたいので、まあ、ちょっとええ感じの距離感を保ちながら、よいしょ、キノコ引いていきます。さあこのキノコ持って上上がっていきますか。でまあ表キノイチなんでこれ美味しいですね。まあ、交換じゃない、まあ、ショートカットでキノコ吐いて、まあ、そこの裏にねなんか強力なアイテムを引くことができたら、まあ、かなり美味しい場面ではある。さあよいしょ、ショートカットかまして5位まで上がっていきました。やばい、ちょっと待って、ちょっとミスった。ちょっとどころじゃないな、これちょっとどころじゃないミスなんだけど、おお、なんかクラクション吐かれてる、怖いなまあでもなんやかんや、5位には、ちょ、嘘やん危なこれ6位赤さんじゃん、終わったこれ。いやこれもう後ろ投げたろ、あれ当たんない。あーでもなんか投げてくれる、オッケー。さあこれとりあえずよし、赤コーラ捨てておいて、さあ赤コーラ引いたね、オッケー。さあ前がミドさんぶん回してるね、ちょっと怖いなこれ怖いんだけどどうしようかな。まあ赤コーラ投げようかな、投げちゃおう。よいしょ。さあ投げといて、よいしょ、ショートカットで前詰めていきます。さあまあ2位まで潜り込んできた、なんか1位がまた事故ってるね。よいしょ、まあ全然スナイパー当ててもいいかな。よいしょ、やばい、当てるとか言ってね、当てれないのが沼なんだけどさあ赤コーラ引いた、まあこれアイテム効果で赤コーラ投げて、まあニヤカでしばきたいところであるな。さあバックスナイパー一応警戒ね。おお、やってきちゃったね、君やっちゃったね君。それならもうちょっとね、世のために、やられてもろって、ハイチ踊り出て強いよこれ赤コーラとクラクション、これズルレベルで強い。さあ、あとはミスんないように落ち着きながら走っていきまして、あーこれ2位が、あー持っちゃってますねキノコ。まあ、そしたらバック、あ、やばい、ちょっと待って、ミスった落ち着いて、よいしょ、クラクションでしっかりしばいていきまして、まあボムゲーは起きません。はい、オッケーチーさあ、オッケーいやこれはもうちょっとクラクション赤コーラとクラクションでもうね安心感が違うよね、もう1位取れるわみたいなねよかった、オッケーということでね、本日もご視聴よろしくお願いします。さあ2レース目はドラゴンロード、まあ1位スタートだからガンガン逃げ切っていきたい所存ではある。さあしっかり、よいしょ、インついて、よいしょ、ミニターボ貯めていきます。やばい、ちょっと待って、後ろからの圧がすごいからしっかりバナナで仕留め散らかしていきまして、よいしょ、ニスクもかましていきますと。まあ初動としては悪くないね。さあしっかりミニターボ出してコイン集めていきますか。よいしょと。さあコインちょっと1枚取り逃しちゃったけど、まあ問題ないかな。よいしょ。さあアイテム取れてないけど落ち着いていこう。さあなんか緑コーラ飛んできてるけど、まずはおおおい、当たんのかよそれ、もう嘘やん当たりますそれまあいいわ、2位守れてるし。おお、さあ1位が赤コーラ持ってるんだよね。ワンチャンバックスなしてくる、ワンチャンバックスなしてくるから一応警戒しておいて、さあおっとこれいいな、赤コーラの裏に、おお、トゲゾ飛んできてるね。よいしょ。さあしっかり、え、これ、え、は、え、おお、なに、え、What the fuck 何が起きてるのかちょっと説明していただきたい。さあちょっと1位が赤、キノコ持ってるから、さすがにちょっと赤コーラ投げさせてもろて、はい、さよならしていきまして、おーい、なんじゃそりゃ、俺の知らない世界があった。おー、しかも俺かよ、もうちょっと何これ、何が起きてんの、本当に何が起きてんの、もう終わった、あ、ごめんバイキンマンごめんな、割り。さあちょっとどうすんのこれ、もう終わったけどコインないしさ、周りアイテムもうええって、もうあいつ何、ほんとやめて、もうオーバーキルだよ、死んでるよ本当に、もうちょっと少しでも順位上げよう、さすがに少しでも順位上げよう。あー、キンキノだからこれアイテム交換できないだろ、もうなんだよマジで、何が起きてるの、もう教えて本当に、こんだけ被弾することないよもう普段もうあ、ちょっと焦りすぎてシングルになっちゃったわ。いやこれ上がれねえ、もう上がれねえ上がれねえよもうねえ、なんで俺あんな被弾したの教えてくれマジで次レース行きましょう
さあ第3レース目は GBA マリオサーキット。まあ、このコースは打開コースなので、まあ下からね、強いアイテム引いて上がっていこうかなと思います。さあアイテム取らせないように、まあ、昨日おおちょっと俺スター引きたかったのにスター引けなかったな。まあそれだったらちょっとコインを回収しながらここで引いてくれるとありがたいな。どうだろう、引いてくれますか、どうですか。あー引いてくれないな、ちょっとしょっぱいねアイテムが。さあとりあえずコインは10枚になったけどめちゃくちゃ押し出されてなんとかごまかしていきますが、これはまあさすがに、よー危ない危ない、危ねえ助かった。おー赤コーラ後ろ投げは危なかったけど、嘘なんで、もうなんで10位から赤コーラ飛んでくるんだよ吐かされちまったよ止まってくれ、止まってくれないか。あーやばい、これもう3弾打たれて終わる未来が見える。おおどうすんだよこれ、キンキのじゃ勝てねえよこれやべえよこれマジで3弾打った終わりだよこれとりあえずキンキので上がろう、キンキので。ここキノさん、ここキノさん、せめてキノさん頼む頼む、俺の俺、来た、熱い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 、来た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 。さああと3弾振らなかったら割とマジで勝てる。よいしょ、ちょっとジャンプ多めにしておいて、よいしょ。さあ赤コーラは俺じゃない、いいよいいよいいよ、ある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 さあ防衛引いた、オッケーオッケーオッケー、防御万全、キノコもある。これどうするか、これさすがにでもサンダー振ったら終わるから下だな、これはちょっと変態グライダー行かずに下で、まあ、サンダーが振ってもいいように警戒しておいて、さあショートカット行きまして、けーおっしゃーチェーしゃいやこれはもうねちょっと俺のね祈りが通じたよね。5位のアイテム交換でキノさんを引くっていう、もう俺の気持ちが強かったからこそ勝てたレース、しゃー次レース行きましょう。さあ4レース目は、骨骨砂漠。さあ緑コーラいいですね、ストックけっつけて、まあ、抜かされないようにちょっとね後ろに、ピリピリとしたね、まあ、緊張感を当てていこうかなと。おーほんまやるかやるか、おーしゃー、オッケーオッケー。さあしっかり1名もぎ散らかしていきまして、さあしっかりインついていきまして、よいしょコインも集めていきます、素晴らしい、今のところいい感じ。あこれ赤コーラみんな持ってないで誰か当たるやろ、当たってる、当たってそう当たってそう、誰か誰がやられたか分かんないけど多分当たってる、知らんけどさあよいしょっとインついていきまして、アイテム交換していきます。赤コーラ俺かな、危ない、しっかり防いでいきまして、さあコイン表になったけどここで確実にアイテム取っていきまして、防御アイテムね引いていきます。おーボム兵引いた、ボム兵引いたけどさこれなんかすっごい後ろが潰し合ってるんですけど、どうしたお前ら、なんで急にいなくなった、あんだけ近くにいたのに誰もいなくなった何があったんだよマジであーしかも俺のバナナ誰も当たってないしねさあしっかりインついていきまして、トゲゾー飛んできてるからまあさすがにこれは食らいますか、バナナも多分落ちてないしね、はい食らっていきまして、よいしょ。さあコインで、おお素晴らしい、なんかコイン10枚、コインは回収できてる、素晴らしい。いやただサンダーガイク強くない、なんかめっちゃ上の方で光ってる悪いいるんだけどこれ絶対キノコ持ってるやん、やばいやばいやばい。いやただこの距離感だろ、まあワンチャン大丈夫じゃね。いや赤コーラ引かれたら終わりか、2位で光ってるんだよな悪い字が、多分キノコ持ってると。おお天使君、まあまあそれぐらいはねあげましょう、うん、まあやっぱね金はねあげます、よいしょ。さあしっかりインついてボム兵引いたけど、まあ多分これ置いてもね2位に当たんないんですよね、だからまあこれはさすがに置かないで、まあ、ダブルアイテム交換かな、これダブルアイテム交換で、まあ防御ダブル防御を狙っていきたい所存ではあるんですけども、さあちょっとイカスミがやらしいから、まあちょっと事故らないように落ち着いて走っていきまして、はい、オッケーチーシャーオッケーまあこれはどうやろうな、俺多分あの何もしてない正直もう俺は2周目の頭でなんかみんなも後ろベーって剥がれてったから勝ったみたいなところはあるかもしれん次レース行きましょうさあ5レース目はミュージックパークのこれミラーコースですね。さあしっかりおバナナ引いていきます。さあこれケツつけて、まあねあの抜かされないように脅しをかけながら、さあ大丈夫そうだね。さあ後ろチラチラ見ながらしっかりインついて、まあ、ちょっとね後ろが迫ってきてる音が聞こえるけどバナナとりあえず置いておいて、さあミラーのシティでもしっかりとかましていきます。ちょっと攻める、よし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 、いいですよ、しっかり2位をしばいていきまして、よいしょジャンプアクションかまして、さあコインも集めつつ、おお君いらっしゃい
ってことはトゲゾウが飛んでくるのかな。なんかクラクション引いた時大体トゲゾウ飛んでくるからね。まあでも俺がクラクションをね先に引いた時大体テレサに取られるっていうのもまたジンクスである。ちょっとやめていただきたいところではあるんですけども、さあしっかりインついてミニターボ溜まるかな。よいしょ、ギリギリ溜まっていってしっかりで、走り散らかしていきますと、さあすごい縦長、なんかびっくりするぐらい縦長。危ない危ない、危ねえ、これ絶対自分で置いたバナナ、誰も当たってない。なんで俺のバナナそんなみんな避けんの一人ぐらい当たってくれてもよくね。さあしっかりジャンプかましていきまして、ここはミニターボジャンプで、しっかりとね距離を稼いでもう一発稼いでいきます。素晴らしい、素晴らしい走力。さあしっかりインついて、あーこれ飛んできた、ちょっと早いから。もうだからさ、クラクションをさ取られたり使ったりやってした後にトゲゾウ飛んでくんなって、マジで。あーもう絶対使えないんだよな、早めに引いた時のクラクションあーおはようトゲゾウくん、おはよう。さあよいしょっと、さあ食らっていきまして、ただこれ食らう場所いいな。さあボム兵置いておいて、これちょっと嫌でしょ、これ嫌でしょ。あーでも当たってないね。さあコイン早めに使っておいて、バナナ表にしておきながら、しっかりインついて、よいしょ、しっかりジャンプアクションかましていきます。さあここはまあジャンプアクションでいいから、さあよいしょインついて、落ち着いて落ち着いて、あとはミスんなければ OK だから、落ちないように気をつけながらしっかりジャンプアクションかまして、よっしゃー OK 1勝利いい逃げ切りです。まあトゲゾウはね、まあ結局食らったけどね、まあちゃんと走りさえすればまあなんとかなるといったところっすね。シャーはい、ではね次レースいきましょう。さあ6レース目はどこだっけ頭が疲れてるんかこれはどこだっけ、ドルフィン岬。さあちょっと赤持ちの選手ちょっと危ないよ。さあしっかり風取って1位踊りで散らかしていきます。まあこれはもうダブルアイテム取らなくていいかな。さあよいしょっと、しっかりアイテムじゃないな、コイン集め散らかしまして、まあ、最速で逃げていけばいいかな。まあこれでね、最初のアイテムがコインとかだったらさすがにね真ん中行かないといけないんだけど、まあ、緑コーラだったんでガンガンインついても大丈夫かなっていう判断ですね。さあしっかり赤コーラ投げられてる。さあ食らっていきまして、さあコイン引いた。これあれか、2位の人血の気多いパターンかなこれ。赤コーラ投げてこられたってことはちょっと怖いから、まあ、早めにね処理をしていきたいところではある。さあどうかな、赤コーラ投げてくるかな、投げ持ってはいるよな多分。おっつー、クラクション引いたけど結局使わされる羽目になって、うーん怖いなこれさあジャンプかまして、いやちょっとあの2位マジでどうにかしたいな、あいつめっちゃ赤コーラ投げてくるしばきたい。さあまたクラクション、お前よく出てくるな今日いいですよ、まあ、ただねクラクションが出てきちゃうとそうね、使えないんだよね。さあトゲゾ飛んできたね、これなんかちょっと嫌な予感するねこれこれ俺がトゲゾ消した後にね赤コーラ飛んでくるんかなと思ったけどね、まさかまさかの緑コーラ引いてなんか2位がやられていると。いいですよいいですよ、これは素晴らしい。さああとはもう逃げ切るだけ。さすがにね3周目前でねトゲゾ食らったから、まあもう一発トゲゾ来ることあんまり考えたくないが、よいしょ差し疲れインつきまして、よいしょジャンプアクションかましていきます。素晴らしい素晴らしい走りを見せてる。またサンダー回避のなんかキラーでブワってみたいなのが一番怖いんだけど、やばい、うーん大丈夫、あれぐらいのキラーだったらまだ許容範囲内なんだけど、唯一許容できないのが2位以降が全員アイテム取ってるということ。それすなわち赤コーラを引かれてしばかれる未来がなくはなくはないっていうところがちょっと怖いんだけど、飛んでこないね。お来た、これワン来ました、これ赤コーラないね。よしよしよし、来た来た来た、これ来た来た来た、オッケーオッケー、よしイエーイ、オッケーイチッオッケー。まあこれはちゃんとね1張って逃げれたんがでかかったね。 あとクラクション来てくれたのもねよかった。ちょっとあいつ今日機嫌いいかもしれないわ、シャーということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。